国の特別史跡水木跡で木碑と呼ばれる木で作られた導水管跡の発掘調査を行っている大野城市が市民向けの説明会を行いました。大野城市下大里の発掘現場で午前10時に始まった説明会にはおよそ30人が参加しました。水木跡では昨年度、内堀から外堀に水を流す木碑と呼ばれる木製の導水管が抜き取られた痕跡が確認され、今年度はいつ誰になぜ抜き取られたかなどを大野城市が調べていました。今日の説明会では担当者が木碑は12世紀以降に抜き取られたことや、その根拠となる土器が発見されたことなどを説明していました。